解説の犬塚さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日どんな話題でしょうか。はい、クリーニングトラブルの賠償金です。はい、めっきり寒くなってきましたね。冬物の洋服が活躍する季節になりました。今日はですね、クリーニングにまつわるトラブルについて解説します。ではまず皆さんにクイズをお出しします。クリーニング店にですね、大切にしているおしゃれ着のシミ抜きを依頼したところ、なんとシミ抜き部分が色はげして戻ってきました。さあこうした場合、お店に弁償してもらえるんでしょうか。 A 弁償してもらえる、 B 弁償してもらえない。さあ向山さん、どうでしょう。はい、大事にしている洋服ですから、はい、A 弁償してもらえるということなんですけれども、はい、さて犬塚さん、どうでしょう。はい、正解は A ですね。はい、はい、正解は A で弁償してもらえるんですが、ただし、まあ、条件がありますね。条件がある、はい、はい、今回のケースについてなんですが、お店側からですね、色はげリスクの説明を受けて納得していたとかですね、うん、お店以外の過失で色はげしてしまったことが証明されてしまったというような特別な事情がない限りですね、損害賠償請求が可能だということになります。はい、ではこの場合なんですけれども、具体的には金額どんな形で決まるんでしょうか。はい、こちらなんですね、クリーニング業界のですね、自主基準というものがございまして、はい、クリーニング事故賠償基準というものなんですが、こちらにですね、まあ、計算方法が書いてあります。はい、こちらですね、はい、はい、はい、物品のですね、再取得価格、分かりやすく言いますと、同じ品質のですね、商品を新品で購入した時の価格、これにですね、経過日数に応じた保証割合、こちらをかけることになります。なるほど。ということになりますと、まあ、買った日からですね、期間が経っていると、まあ、保証の割合としては下がってしまうということになりますね。またですね、買った時の金額がわからないとかいったですね、まあ、特別な事情がある場合は、こちらのですね、ドライクリーニングであれば代金の40倍、また通常のクリーニングであればですね、代金の20倍、保証しますということが定められています。なるほど。ただ最初に犬塚さん、条件があるというふうにおっしゃってましたね。はい、そうですね、条件はこちらになります。はい、例えばですね、クリーニングされたものを受け取っていてですね、まあ、6ヶ月が経過してしまったような場合、はい、またですね、お店に洋服を預けて1年間受け取りに行かない、まあ、放置してしまったような場合はですね、損害賠償が認められないことがありますので、注意していただきたいと思います。ということですと、はい、まあ、冬に、ね、冬物がですね、今見つかってトラブルがあったとしても賠償されない可能性があると、はい、ということになってしまいますね。今冬物出すときにあちゃーってなってしまっても、なかなかそこは難しいと。ということは、もらってすぐに確認していくということが肝心になってきますね。そういうことですね、うん、またですね、お店側の過失があったかどうかっていうのはですね、なかなか判断が難しい場合もあるんですね。まあ、そういった万が一の場合に備えて、例えばですね、クリーニングに出す前に、洋服を写真撮っておくとかですね、洋服が戻ってきた場合にその場で、店員の方と、まあ、状態を確認するといったことをしておく、まあ、記録か証拠かっていうようなことをですね、工夫されるのもいいかと思います。いろいろと皆さんも参考になさってみてください。以上、今日の解説は犬塚さんでした。ありがとうございました。